グレーバック級潜水艦はアメリカ海軍の潜水艦の艦級。本級はアメリカ海軍初の巡航ミサイル潜水艦であった。通常動力型であり、完全武装砲にコブ状の格納庫を装備し、レギュラス巡航ミサイルを運用可能であった。同型艦は2隻。アメリカ海軍の戦略攻撃用潜水艦である。1946年から開発していたレギュラス巡航ミサイルは潜水艦からも発射可能なものであり、核弾頭を搭載し、有用な戦略兵器となり得るものであった。1950年代に入り、実用化のめどがつき始めると、これを搭載する潜水艦を建造することとなった。レギュラスは有翼ミサイルであり、円滑な運用のために大きな開口部付きの専用のミサイル層を持つ潜水艦が求められた。これにより、タング級潜水艦を改め設計し、レギュラス搭載用のグレーバック級潜水艦が建造された。一番艦のグレーバックは1957年に就役している。艦の前部に円筒形ミサイル層を2機装備し、そこにレギュラス巡航ミサイルを搭載している。レギュラス I は4発は搭載でき、レギュラス2は2発が搭載できた。ミサイル発射機1機が装備され、発射にあたっては、浮上の後、ランチャーを展開させる必要があった。1960年には、ポラリス潜水艦発射弾道ミサイルを搭載した、ジョージ・ワシントンが作戦配備されたことにより、戦略兵器としては陳腐化し、他用途へ転用された。ありがとうございます。